こんにちは、よりです。今日もみんなにバレンタインチョコを渡していきたいと思います。というわけで当日編ですね。支店法人を県屋から行きたいと思います。今日は後部いないといいな。来た来た、すまん、先についてもうて。あ、いえいえ、こちらこそ申し訳ない。俺に話って、あのバレンタインのチョコです。これ、うわ、来た。バレンタインのチョコやないか。はい、てか見てる、やばい。俺宛てやな。もらって、もらってまうて。はい、どうぞ。お、いなくなった。よし。おきに、ほんま嬉しいわ。やべ、ま、見てる見てる。しかもこのチョコ、見てる。面白い形しとるんやな。あ、そうなんですよ。面白い形してるでしょう。じゃあ次は財前に行ってみたいと思います。あの、このチョコ、ほんまにもろてええんですか？はい、どうぞ。受け取ってください。ああ、うんうんうんって言ってる。そういうことならいただきます。ありがとうございます。どういたしまして。そんなんやあからさまにホッとせんでもええでしょう。それはしてない、アトベが心配。俺がつっ返すとでも思ったんすか。あ、つっ返すかもとは思ったわ、ごめん。あ、ごめん。うるせえ。ほな、ハッピーバレンタインって言うときましょうか。冷めてんな。いや、もらったんだからさ、もらったんだからそっちの方が嬉しそうにしろや。じゃあ次は金ちゃんですね。バレンタインのチョコや。どうぞ。そんなに喜んでくれるとは。おーきにおーきに。わいだけのチョコや。バレンタインのチョコって意味わかってる？わい知ってるんやで。バレンタインのチョコって特別なんやって。あ、知ってるわ。知ってるわ。大事に大事に食べるからな。はい、お菓子やっけ。それも今度用意しとくで。楽しみにしててな。一緒にたこ焼きが食べれればそれでいいっすよ。一緒に食べようね。てか、アトベちょろちょろしてんな。あ、じゃあ今度は銀さんです。待たせてもうたやろか。ほんで話言うんは。あ、これ受け取ってください。な、チョコレート。はい。わしにか。はい。正直とても驚いたわ。いや、こっちもアトベがいたことにびっくりしてんだよな。せやけど嬉しいで。あ、いえいえ。なんや、こういうんは照れくさいもんやな。お気に。この銀、この銀、来月は必ずお返しを送るで。せいから楽しみに待っててな。あ、じゃあ、はい、期待しておきます。やべえ、アトベが見てるよ。さあ次は千歳にあげてみましょう。えよってなんねん。これです。な、また来た。こんちょくもろっていうこと。はい、どうぞ。ありがとう。大変嬉しけ。早速一口。すぐ食うやつ、うん、近づいてくんな。ちょうどよか、甘さでうまかね。ああ、よかったよかった。あ、せっかくやけん一緒に食べん。近づいてくんな、頭乗せんな。カッターに頭乗せんな。じゃあ次は小春ちゃんにあげてみようと思います。じゃん、かわいいチョコレートやん。リアクション。ほんまにもろてええの？嬉しい。めっちゃキュンとしたで。こういう感じなんだな。おおきにな。あたしからもバレンタインのチョコを渡したいところなんやけど。けどねえ、来月まで待っててな。そういうことかい。ねえ、がいい。ちゅちゅちゅきた。え、一番ハレンチなのでは。じゃあ次は、ひとうじゆうじくんにね、あげてみたいと思います。なんや、いきなり声かけて。これです。って、チョコか。はい。お前もよく知ってると思うけど。うわ、逆から来た。俺には小春という大事な大事な大事な、知ってる。まあ、はい。それでも渡してくれるなんて。そういうことです。なかなかやるやん。すげえ上から。チョコ、お気にな。受け取らせてもらうで。はい、もう本命なんでね、もう挑戦状ですよ。じゃあ白石に行きましょう。チョコ。はい。俺にいいやんな。はい。ええの、受け取ってください。大きに、嬉しいわ。ほな、ありがたくいただくで。ぽ
もらい慣れてるかと思ったって。それは思う。え？それは思う。なんやそれ。別にそないなことないわ。いやあるでしょう。あるでしょ絶対。面と向かって渡されるとやっぱり緊張するし、ドキドキするもんやね。なんか後部もなんか言ってたっぽいけど、そんなことないでしょ。そういうもんすかね。白石さんほどの人でも。